あれ、That is a rough way to go. これなんだこれ。おお、なん、おお、アイスワーム。うおー、うおー。あれ、これ橋のとこじゃん。ああ、いいですね。矢印ありますね。これですね。おお、いいね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 。もう一回確認、こっちが南だからちょっとだけ戻りましょうかね。これ上もなんかないかな。あ、そこにこっちから来たのかな。あー、ここにもあった。ビンゴー、4キューブでしょ。これはなんだ、またこれ。あ、来た来た。アーキテクトのアーティファクト。音質。これなんだ。どういう風になってんのかな、これ。こういう施設だったってことか。音質、アルテレじゃない。これか。そっちから来ましたよね、今ね。この先は？これはね、待てよ、これはどこが近いかな。アーキテクトの組織は遠いですね。これじゃあまた別のところか。いやー、このエリアマップ広いな。おお、もらった。やばいな、これまた迷子になりそうだな。ちょっと待てよ、これはやばいやばい、迷子になる迷子になる。ここから来たんですよね。こっから来たので、もう一回あれ使おう、パスファインダーツール。さっきのやつは全部消そう。で、こっから作り直し。よし、来た。で、ここで、よいしょ。まあ今ね、特に暗いんでね。よし、ここにでも打って、これは、これ繋がってるのかな？あ、これ繋がってるんだ。よし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 。うん、オッケーオッケー。これを先行ってみよう。おお、よしよしよ。いや、これ便利だな。なんとなくね、ここはもう来たことがあるような感じではある。まあ今ね、なぜ歩きで来てるかっていうのは、あれなんですよね。スノーフォックスだとね、もう
アイスワームがね、しつこいんでね。これじゃあ、これはなしでいいや。まあいいか、こっち行こう。ここ行き止まったな。いや、わかんないな。南向きで行き止まるところ。これかな?ぽいですね。今北向いてる。あー、それっぽいな。ここっぽいな、今。ということは、今仮にもしここだとしたら、こっちの方か。行ってないのはね。これほんとね、適当に進んでたらもういろんなもの発見しそうなんですよね。やべやべやべ。でも逆に言えば何かをね、見逃してる可能性もたくさんあるっていうね。よいしょ。あ、またこれなんか洞窟みたいになってる。お戻ってきちゃった。戻ってきたな今。こっちの方へ進んだはずなんだよな。今こっちが南でしょ。この辺ってことか。よし、まあじゃあちょっとこれぐらいにしときますかね。あとはそうだな、このラインは、このラインはもう開通したので、で、最初ね、こっちの方ずっとこう行ったじゃないですか。こういう風にね、左ベリーを沿って。なので、まあ真ん中ですね。真ん中を思いっきり行ってみるのと、あとこれか。このエリアですね。だからもう一回最初に戻って、今度はここを右手沿いにずーっとこう歩く感じですかね。こうすると多分中が見てきますよね。まあそれでいきましょうかね。じゃあどっちにしてもちょっと戻りましょう。このね、ところどころあるこの洞窟がね、これが方向感覚を狂わしますよね。あれ、これはもう戻ってきたんじゃないの?戻ってきた。ですね。一旦戻りますかね、どっちにしてもね。よっしゃ、戻ってきた。ちょっと待って、電話かかってきちゃったな。はい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 。よいしょと。Gathered the necessary components to begin constructing my body. Great. What's next? Let's get you out of my head. ああ、そうだったな。First, you must find the fabrication facility. 製作施設? It is concealed at some depths. Fabrication facility. So you planned on needing to make new bodies? It is a standard medical facility. A medical facility where you just replace your whole body when it wears out?Sounds a little beyond standard to me. Ours was a research mission of the highest importance. So, what were you, a scientist like me? I am a scientist now. So, what happened? Your team found the vaccine and then... Please, Robin, you have the components. Find the facility and construct the body. Okay, but don't think I don't notice you changing the topic. Hmm? 制作施設を覚えているか?なんだ?覚えているかって言われたら。覚えているかって?制作施設ってなんだ?
どこのことだろう。覚えているかって、これないぞ、そんなの。もしかしてあれかな、前回言ったあの深いところにあるのかな。でも覚えてるかっていう言い方したってことは、以前行ったことがある場所ってことですかね。ちょっとまあいいや、考えよう。うん、なんかアランがね、ちょっと急いでやってくれって言ってるんでね。まあじゃあそれやらなきゃいけないですね、次はね。でもな、あとこの探索あとちょっとなんだよな。もうちょっとだけ見ていきましょうかね。ちょっとじゃあ荷物だけ整理して。オッケー。よし、ちょっとね、あとなんかちょっとっぽいんで、もう一回行きましょうかね。よし、ここへ来た。このね、橋のとこ来ましたよね。で、今度は、ここですね。この右沿いにこういう感じで行ってみようかな。そうすれば中見れますよね。でね、スタート地点がどこだろうな。これはね、反対側にも行っちゃうんですよね。こっち側へね。こっちか。これは回っただけかな。いや違うな、これですね多分ね。ああですね、この今右手のね、この右手の壁か、これを辿っていけばいいのかな。ですね、これですね、これ沿いだ。でまたこういうね、中があるんだよな。うわ、これなんだ。これなんか故障しちゃってますね。いや、でもここは、なんかいいや。特になさそうだ。あ、で、これあれだ。01だ。はい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 。この細い部分が、これかな。そうなら分かりやすいな。うん、攻撃食らったのかな今。はいはいはい、これ右側にね、右側に沿って進んでって、今ねそこに12、あ、これ前回来たな、ここ。これゲート入り口でもね、来たね、ここね。いやー、もうこれ訳が分かんなくなってきたな。
大変もう。あれでもね、この辺は確かになんか来てない気がする。あ、ほら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 、これ見てないでしょ。開いてない開いてない。イエス、よし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 、なんか見つけた見つけた。アイテムアイテム、おお、お、データデータボックス。ん、なんだこれ。スノーフォックスアイスワーム回避モジュール、スノーフォックスアイスワーム回避モジュール。あ、これいいじゃん。これアイスワームによる襲撃の頻度を低下させるか。ゼロじゃないんだ、低下か。ここもね、これも来てないですね、多分ね。ここはでもあれか、鉱石がいっぱいあるっていう感じかな。いやー、これ結構いろいろあっちこっち見て回ったんじゃないですか、これ。このもういいや、もうね。多分もう、戻ることは簡単にできそうなんでね。あとはあれか、音を頼りに。ペングリン研究の場所とかね、そういうのなんかも。これは来ましたね。うん。よーし、大体分かってきた。あ、なんかまずいな、これ。大体分かってきた。これ今123123ですよね。これが真ん中の広場っぽいな、今な。今ここか。うんですね、南側、向こうは。よし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 、おーい、ダメージ入ってるか入ってるか入ってるか。なんか手応えがないな。よし、じゃあ戻りますか。やばいやばいやばい、ちょっと待って待って待って、いつの間にか耐久がえらいことになってる。待ってくれ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 、やめて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 。あぶなあ、危ない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 。ちちちちち。いやー、でもしかしね、あれですね、今ね、こうしてね、まあ、しっかりマッピングしながらね、探索このエリアしてて思ったんですけど、初めてね、ここに来た時よくもね、まあほんと訳分からずこんなとこうろうろしてましたね、これね。うん、何かを探すとかね、何かを見て回るじゃなくてね、ただ単に本当に、ね、移動してるだけっていう風にもかかわらず、まあね、いっぱいいっぱいでしたからね、あの時ね、もう、うわ、助けてくれみたいな感じで。うん、まあそりゃそうですよね。全くね、おーわー、スノーストーカー食われた。そうか、スノーストーカー食われちゃったな。そうだからね、なんだろうな、まあ今はね、こうなんとなくね、方向も方角も分かってるし、いやー、あー、こっち見てるこっち見てる、はい、うん、まああれもね、そんなにこう今はもう慣れちゃったんでね、もうはいはいって感じなんですけど、うん、ねえ、まあよく本当に最初の頃の自分に言いたい、
まあ、よく頑張ったなというとこですね。よしよし、戻ってきた戻ってきた。はい、お疲れ様です。まあここまで来ればね、まあ安心ですね。あとあれか、シートラックがあんなところに置き去りになってますね。まああれもね、ちょっといつか回収しなきゃいけないな。はい、というわけでございましてね、戻ってきました。あ、そうそう、向こうのねゲーミング拠点ね、綺麗ですよね。うん、はい、そんな感じでね、今ねこっちの方に見えてるですね、このエリアですね、探索をね、まあ、前回に引き続きね、今回で2回目ということだったんですけども、まあ、一通りね終えたんじゃないかなと、うん、いうことですね。で、いよいよね、もうアランのねパーツがもう全部揃ったので、これですね、これを全部作って、で体をね、まあ再生してあげなきゃいけないと。ただね、その場所がちょっとわかんないんですよね。うん、でその場所探しに行かなきゃいけないと。まあ、心当たりがあるとしたら、以前ね、行ったね、大型水晶の先のところじゃないかなっていうところなんですけどね。はい。からね、あとなんかアイスワームの、なんかアイス、対アイスワームみたいな、あ、これか。こういうものもできたんでね、まあ、これも、まあ、じゃあ、作ってね、試してみたいんですけど、まあ、でももうこっちの方行くことそうないですからね。うん、っていうとこでしょうか。ってな感じでね、今回はここまでとなります。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。